じゃあやるぞみんな。バレンタイン配信します。はい、リベスト1個目の相談ありがとう。おやぎありがとう。知人の話です。教室の先生をされている女性が生徒さんを好きになってしまったそうで、ただその生徒さんは同僚の方と仲が良く、お互いの家を行き来する仲だそうで、距離感を縮めきれずに悩んでいるそうです。その先生、勇気を持っているよ、励ましの。だから人間っつうなよ、必ず失敗もするし後悔もするし、人間っていうのはね。だから俺はいつも話すんだけど、なんていうのかな、どっちを後悔するかなんだよ。例えばなんかこう仲良くしようっていうアプローチをかけてみて失敗しちゃった時に後悔するのか、あるいは何にも行動に せずにで、このその人が知らないところで誰かとうまくいっててを後悔するのか、どっちかなんだよね。結局どっちを後悔するかなんだよ。だから未来の自分に聞いてごらんって話。未来の自分はどっちを後悔してましたか、想像しなきゃダメ。俺かなりいい話するからね、言っとくけど。何でもそうだよ。仕事だってそうだよ。麻雀プロだってそうだよ。例えば麻雀プロ続けて、今の仕事続けようか悩んでますみたいな人、わかる？これ恋愛も仕事も一緒だから。だから諦めちゃった、やめちゃった後の未練、後悔、まあ、例えば今の苦痛だったり今の辛さを比べて、どっちがきついかを未来の自分に立って想像するんだよ。俺はだから仕事でもそうだって、行動して失敗しちゃった方がいいとか、そんな感じでいろいろやってきたよね。何にもやんねえでその他大勢で終わるのが嫌だった。それはプロ連盟に耐えられなかった。そして大成功、勝ったな、俺勝ったな。仕事にせよ恋愛にせよ、失敗してすんごい落ち込んだ時にどう立ち直るか、おじさん流のアドバイス。失敗した時はね、世の中綺麗事なしに言えば、自分のことを最高に可愛がってくれるのは自分しかいないんだよ。そんなもの、恋人ができようが嫁ができようが旦那ができようが、自分のことを一番大事にしてくるのは自分しかいないんだよ。だから失敗した時ほど自分に優しくしないとダメだよ。美味しいもの食べて、寝たきゃ寝て、無理しないで自分に優しくしてやんな、失敗した時ほど。タロットみたいなのにやかないと、おじさんって人を信用できますか。職業柄たくさんの嘘と分かってきたので警戒してしまう。警戒していいじゃん別に。だからさ、結局さ、騙されても OK な範囲で信用すればいいじゃん。例えば金の貸し借りもそうだよ。俺が貸してって言われて、今まで全部貸して返してもらってないのもあるけど、それはもうこいつにならこれぐらい帰ってこなくてもいいやって金しか貸さなきゃいいんだよ。全部自分中心に考えて、傷つかない程度の金額まで貸せばいいし、信用も傷つかない範囲で信用すればいいんだよ。そういうこと、警戒していいんだよ別に。おじさん、500万貸してください。トゥーピー500万なんかすぐ返ってくるから、別に貸したっていいよ。すぐに返ってくるよ。回収の仕方が簡単だもん。500万以上のことしたしな、トゥーピーは。天海さんの打開批判の件、言える範囲で構わない、おじさんのメッセージ聞きたいです。よっ、打開批判っていうのはプロはそれは相当の覚悟を持ってやるけど、その VTuber なりプロフェッショナルじゃない人に対して批判するのは俺はいいことではないと思ってる。あと、なんだろう、一番大事なのは、麻雀の打開批判する人って俺 Twitter とか見てきてるけど、全部に批判してるよ。日本の政治なりアメリカの政治なり物価の上昇なり全てに文句言ってるよ。麻雀だけじゃないよこんなの文句言ってるやつ。それとプロに打開批判していいよっていうのも、俺がプロがプロに対する覚悟っていうか、俺が後輩に伝えていくべき覚悟みたいなもので、プロなんだから批判されてもしょうがないんだぞっていうプロ同士の覚悟だから、プロなんだから批判されたって当たり前っていう免罪符が、一般人が免罪符に使ってんじゃねえぞって思う。お客様は神様ですと一緒で、それはお店側がお客様を神様のように扱おうっていう覚悟だから、俺は客だって偉そうにしていい話じゃねえから、調子に乗ってんじゃねえぞって思う。俺はプロだけど批判なんて来いよ全部論破してやっからって思うけど、
批判されて当たり前だろってヤジ飛ばしてるやつは人間としてどうかと思う。うん、バカじゃねえのって思う。一旦ね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。